よし、準備が整ったので、ちょっと改めていきますかということで、監視地点にご案内できますよ、春日さんと。もう準備はよろしいんですか。涅槃岸へ行ったら何がわかるかわからねえと。で、念のため準備した方が良さそうだが、でね、準備してきたんで行こうか。ああ大丈夫だ。ああ大丈夫だ。ではご案内いたします。Ms. Fujinomiya, we've been expecting you. Thanks. うひょう、儲けてやがんな。見えてるか？バッチリです。さすが大道寺一派。マジで007みてえだ。これから建物に入る。電波が悪くなってきたらすぐに行ってくれ。了解です。気をつけてください、キリュウさん。みんなも伝えとくよ。よし、早速入るぞ。落ち着かねえなこの格好。俺靴下嫌いなんだよ。サンダルに履き替えて。何言ってんのよ、ジャケットしてよ。 Right this way, Ms. Fujinomiya. Thank you.じゃ、行きましょう。エスコートお願いできます？喜んで。何それかっこいい。俺何役？さあね、召使いとか。はあ、なんだよそれ。エレベーターに乗った。つながってるか？ちょっと飛び飛びになりますけど大丈夫です。確かに第五地区とは比べ物になんねえセキュリティみたいだ。ですね、ちーちゃんに感謝だわ。Thank you for waiting. Floor 7.5. Good luck to you. あの扉の奥がカジノっすかね。ああ、問題はここからだ。想像してたのと随分違うな。いや、間違いなくここは超ビップ向けだよ。見て、あれはビスケットっていうチップの一種。あれ1枚で1000万円くらいかな。 1000？ マジかよ。カスカ、見えたのか？はい、ウォンドーが接近しそうな人間は見当たりそうですか。バカ勝ちしてる客とか探してみる。 Hey, handsome. ちょっと、キリュウさん、どこ見てるんですか？
お前のために良かれと思ってな。なんすかそれ、余裕っすね。一通り見て回ったが、飛び抜けてバカ勝ちしてるような客はいないな。客はアジア系が大半だな。しかしまあ、みんな楽しそうな子って。ねえ、今ちょっと客同士の話が聞こえたんだけど、もうすぐオーナーが来るんだって。オーナー、お目当てのウォントーのことだな。そう、ウォントー、ここには毎日顔を出しに来るみたい。もうすぐってどんくらいだよ。それは分からないけど。行ってるそばから来たよ。ようこそ涅槃岸へ。いつもご実家にはお世話になっております、富士宮千歳様。それにカメラの向こうの春日一番さん、見えてますか？バレバレだったわけか。お気づきにはならなかったでしょうが、ここにいらっしゃるまでにありとあらゆるボディチェックはさせていただいたんですよ。小型の盗撮セットを検知するくらいわけはありません。何せここは世界中の VIP をお迎えする場ですから。 VIP を迎えるにしては随分と騒がしいところだ。ここのお客様方は当たり前の豪華さにはもう飽き飽きしているんです。ここへいらっしゃる方が満たしたいのは優越感なんですよ。ん？何のだ？アメリカという国に対してです。彼らが駆け出しの頃追いかけていた背中は大国アメリカでした。マッチョイズムと自由を謳歌する夢の国。そんなアメリカは常に憧れであり、しかし同時に劣等感を抱かせる存在だった。そのコンプレックスを払拭するために彼らは死に物狂いで働きました。しかしようやく彼らが成り上がった頃にはアメリカはすっかり様変わりしていた。多様性を重んじ、マッチョイズムを追放し、自由よりも気遣いを重んじる国になった。だからここでかつて憧れたアメリカを堪能するってわけか。はい、ここには彼らがかつて愛し、心のどこかで憎んだアメリカの姿があります。お客様方にその思いの丈を存分に晴らしていただく、それが当カジノのコンセプトでして。あなた方もお遊びになればわかりますよ。あいにく興味ねえな。俺たちの目的はお前だ。それは光栄です。歓待いたしますよ。特に春日さんにはぜひお会いしたいと思っていたんです。お呼びいただけますか？来ちゃダメって伝えて。裏があるに決まってる。いや、裏も何も、奴は今まさに春日を脅してるんだ。来ないとこいつらを殺すぞってな。話が早くて助かります。だそうだ。聞こえたな、
に向かいます。いらしたようです。無事か、みんな。ああここの空気には一向に馴染めねえけどな。そっか、お待ちしておりました。ようこそ春日一番さん。お招きいただきありがとうよ。あんたには聞きてえことがあんだ。こちらもあなた方にお聞きしたいことがある。それはもうご存知ですね。茜さんのことか。それはこっちも同じだ。結構、ここは騒がしい。どうぞ奥でゆっくり語り合おうじゃありませんか。上等な酒を用意させます。ここを楽しむ時間もなしか。一応俺たちは客として来てんだけどな。申し訳ありません。ですが私の1分は高いですよ。それこそここでジャックポットを当てるくらいの価値はあるかと。行ってみただけだよ。ああ、行こうぜ。どうぞ。こりゃ、これが涅槃騎士の頑丈のボスのアジト。質素ってレベルじゃねえぞ。あんたの同業のバラクーダのとこにもお邪魔したんだけどよ、あっちのボスは分かりやすいマフィアのアジトって感じだった。あんたは随分とつつましやかなんだな。私も昔はね、死に物狂いで金を稼いで、ひたすら高いもので身を固めることに躍起になっていました。でもね、ある時分かってしまったんです。は？もう私はいついかなる時でも、金で買えるものは手に入れることができる。そう確信していれば、実際に手元に物があるかないかなんて、どうでもいいんですよ。手元にあるのは本当に必要なものだけでいい。私の場合、このデスクと椅子とパソコンです。表でサイコロの出目やらトランプの数に一喜一憂してる連中なぞ、そのことがまるで分かっていない。お客様は神様ですとまだ言わねえまでも、見下すのはいただけねえな。少々喋りすぎました。こういう話ができる相手がなかなかいないもので。さて本題といきましょう。春日一番さん、あなたはパレカナの養護施設で所長を務めていた茜という女性のご子息である。間違いありませんね。間違いないのかは正直わかんねえんだけどな。ま、多分そうだ。我々は茜さんを探している。彼女の居場所をご存知でしたら教えていただきたい。当然お礼は差し上げます。あいにく知らねえんだ。ま、知ってても教えねえけどな。その言葉が本当かどうか試してみるとしましょう。给他留张嘴说话，除了春日都杀了，不二宫的女儿也是。啊？なんつった？聞くまでもねえって。みんな。さあということで、もういきなりバトルんかい。早えな。おら、おれ、ふん、はっ、そして。ええな。頑丈すごすぎ。ウォント行こうか。
私の出番ね。あ、来た。どうしようかな、ちょっと待ってな。雑魚をサクッとやってしまいたい感はあるけど、待ってな。どうしようか。覚悟。さあ、雑魚から運動だ。手加減はなしだ。叩きつぶす。手数がいるな。加減しねえぞ。見えない。シャー。シンプルに。二人がかりだ。待ってな。よし。まずこいつをやって。相手してやる。ぶちかます。待って。あの構え、まるで防ぐ隙がねえ。精神統一回避。うわー、やべえなー。めっちゃあれでしょ。多分ミスばっかするやつ。よし。なんか嫌な気がするんだよ。調子出てきたぞ。外しそうなんだよ。ほら、やっぱこれか。これ系か。俺の番だな。待って待って。一回防御上げる。今更だけど。もらった。うっは。は。ドドンゴドドンゴドドンゴド。うーらら。何？来ない。ガンガン。でまずこいつをサクッとやって。私の出番ね。ピッチのやつなかったっけな。さっさと来い。どうしよっかな。めっちゃ外しそうなんだよ。どうした？いつでもいいぜ。はぁ？やっ！やっ！オッケー。手加減はなしだ。おじけづきましたか。あ、来た。これでいこう。はい。終わらせる。調子がいいぜ。行くぜ。さあ、どんどんやれ。やべ、第二形態入った。あっ、調子に乗らない方がいい。どうやら、あなたが見くびっていたようだ。見てんのか。いつでもどうぞ。待って。あいつか。受けてみる。はい。奴らに。もうやれるだろう。殺しでは済まさんぞ。覚悟。はっ。はい。オッケー。この調子で勝つだけでよ。吸収が早いのよね。悪くない。バカな、何なんだお前らは。どうやら見込み違いだったみてえだな。これでやっと落ち着いて話せるな。あんたに聞きたいことがあるんだ。茜さんを追いかけてる訳を聞かせてくれ。彼女を見つけたらどうする気だ。それと俺が彼女の息子だって話は誰から聞いた。質問を絞ったらどうだ。好きなのから答えな。全部聞かせてもらう。もう頼れる部下は残ってねえんだろ。まだワン・トーさんっ
って言ったよな。あんたが頑丈のボスってことでいいのかな。総帥だ。そうかい、そりゃ悪かったよ。で、総帥のウォントーさん、あんたが茜さんを手下に探させてる理由は。あの人は養護施設の優しい所長さんだぜ。あんたらみてえなのと何の接点がある。俺が聞いてるうちに答えた方がいいと思うけどな。キリュウさんは俺ほど優しくねえぞ。あんたが案外手強かったんで少し疲れちゃいるがな。それでも安心してくれ。あんたが気持ちよく喋れるように全力でサポートしてやる。俺はできたらもうあんたを殴りたくねえんだ。あんたの部下たちも見てるしな。こんなとこで泣かせたり悲鳴上げさせたりすんのはいくらなんでもひどすぎる。恥はかかせたくねえ。ばあさんを探しているのは頼まれたからだ。どうせバラクーダも同じ理由で探している。何しろオーナーの案件だからな。オーナー？何言ってんだ。ここのオーナーはお前だろ。私が言っているのは涅槃騎士なんてチンケなオーナーのことじゃない。ハワイのオーナーのことだ。ハワイのオーナー？我々ガンジョーやバラクーダは表向き競合組織とされているが、実際はオーナーがそれぞれ支配する支部に過ぎない。オーナーとはまさにハワイの裏社会の所有者なのだ。アカネとかいうばあさんはオーナーの宝を盗んで逃げている。そいつを取り戻してやれば一つ貸しを作ることができる。オーナーは借りたもんを何倍にもして返してくれる。なんだそれ。统帅，我认为老板绝对不会希望听到您再多说一个字。啊，我，坐嘞。老板会成倍给您的，可不只是帮他干活的报酬，背叛时需要付出的代价也是翻倍的。你小子，难道是老板那边的奸细？你已经背叛了的事很快就会传到老板手下的耳朵里，接下来就由我来举火为号吧。举火什么意思？おい、俺らにも分かる言葉で話せ。誓死效忠，誓死效忠，誓死！ここやっぱり高いフロアだったよな。何が起きたんだよ今。あいつは何したんだ。おい、さっき中国語であいつなんて言ってたんだ。私のオーナーへの裏切りはすぐに知れ渡ると。飛び降りたのはオーナーからの監視役だったってことか。他には？のろしをあげると言っていた。そして外へ。のろし？じゃあさっきの飛び降りが裏切りを知らせる合図。息子が危ない。私の息子が。
何？快联系我儿子在的那个房间，让人守好，谁也别放出来。そいつらの手をほどけ、息子に護衛を向かわせる。は、でも。よくわからねえが言う通りにしてやってくれ。緊急事態らしい。桐生さんがそうやなら。息子の部屋に行かせてくれ。ペントハウスにいる。ここの最上階だ。わかった。でも逃がさねえぞ。俺らもついていく。ならこっちだ。早く。ということで、ウォン島はカジノを出てエレベーターに向かっていった。急いで追いかけねえと。とはいえ、あんなことがあったとだ。この先も何があるかわからねえ。ここで準備ができることがあればやっておいて、体操整えて、何感じのやってっていいの？金一儲けしていく？キリュウは絆が深まったと。ちょっとなんか展開がすごい。あ、この姉ちゃんがなんか売ってくれんのか。あら、いい男ねえ。だって、なんかじゃあ買っていくか。まあなんか、まあ、なんか他に欲しいもんあんまないけど。これぐらい買っとく。なんかすごい展開になったな。本当もあっさりあれで、で何、部下のスパイ役に裏切られ、そしてさらになんか息子が危ないとか。展開がすげえな。アカネさんがどうやらハワイのオーナーの、ね、ティタイマーな。どうした、やばいな。あんたの息子っていくつだ？宝を持って逃げた。まだ6歳だ。母親は出て行った。シッターをつけている。6歳か。思ったより小さいな。你们是？其实您根本不用着急，统帅。因为令郎现在已经不在这个房间里了。那个女的也是我们的人，在遇见您之前一直就是了。遅かった。息子はもう連れ出されている。じゃあやっぱりこいつらも。そうだ、オーナーの手先だった。もう誰も信用できん。明明是你背叛在先吧，这种行为可是罪该万死。さあ、ということで、センター準備完了。オーナーのスパイというか、むしろ本当以外全部敵なんじゃねっていう、そういうオチだろ。あいつに味方はいなかったみたいな。なんかめんどくさいけど、もう一個一個やっていくか。どんどんやるから。みんなが覚悟。数が多いな。しかし、まずこいつやって。何？来ない。調子出てきた。もう雑魚をどんどん固めてる。俺の番だ。展開がやべえけど。おら。やめ。私の出番ね。だから要するにウォン島以外はもう俺の番だな。オーナーのはい、おもろいよな。よし、ジョリー、カント、你把我儿子带去哪儿了？你又对他做什么？比起你儿子，还是先担心一下你自己吧。你说什么？我会让你儿子死在你的眼前，然后再杀了你。所以你儿子现在没事的。放心啦。混蛋，居然这样和我说话，你怎么敢？息子さんはどこに連れて行かれたんだ？わからん。だが今はまずここを離れなければ。頼む、私をここから逃がしてくれ。そしたら何でも話す。部下は
もう誰が信用できるのか今は判断できない。キリュウさん、このホテルから出た方が良さそうです。行きましょう。とにかく安全な場所を見つけねえと。今のやつは味方なんじゃねえか。さあな、見分けられん。とにかく構ってる暇はない。 Wang Tou's left the hotel with Kasuga and his crew. They're heading south. So make sure you tell the cops they went north. Got it. もうやっぱ味方なんていねえんだよ、一人も。 Over here! Someone just fell out the window! 全部敵なんだよ。 Come quick! I've never seen anything like this!もしもし、あ、エイちゃん。春日さん、ネットでニュースになってますよ。何があったんです？涅槃岸の上のフロアからホテルの人が投げ落とされたって。春日、悪い。エイちゃん、後でかけ直す。警官が戻ってくぞ。おいおいおい、なんだよ、ロックスト警官。これってどういうこと？腐敗しやがった。この先ここで起きること。そうだよ、見て見るふり。警察は見てなかったって言いたいんだ。腐ってやがんな、マジで。くそ、こいつらみんなオーナーのスパイだったのか。なあ、あんた、いくら確かに人望なさすぎじゃねえか。でも間抜けすぎんか、それは。違う、私は騙されていたんだ。アホすぎるだろ。まさかこんなことが。味方なんて一人もいねえんだよ。騙されすぎだろ。そうそうそう、うるさい。そこまでだ。大丈夫だ、俺たちなら切り抜けられる。味方なんて一人もいねえんだよ、最初から。ここが正念場だ、行くぞ。はい、やるか。また数が多いな。カズだけは戦闘準備完了。オーナーのスパイ。よし、はいはいはい。手加減はなしだ。はい、俺の番だな。どうしようと思った。うわ、行くぜ。てめえ。あ、むかつ。あれ全部ジャストカズくんで結構むずい。おっ、デパフか。ごめんね。ビビってんのか。よし、はい。くっそ、上がらねえ。なんだよ、回避ムカつくな。よし、あと何、あと一人、まだいる。あとこいつだけや。よし、やったな。やばい、危ない。痛い。この野郎、痛すぎ。
おい、本当？クソ、ちーちゃん、ハンカチかなんか持ってるか？足を縛って血を止めねえと。うん、待ってて、何かあったと思う。こいつからゆっくり話を聞き出す時間が必要だ。それに誰にも襲われない場所。それにはどっかで車を手に入れねえと。でもとりあえずこの場離れましょう。おい一番、ウォンを移動させる。おめえも肩貸せ。よ、一番、一旦ここでウォンを座らせよう。おい、大丈夫か、ウォンと。気が遠くなってきたよ。お前らが来てから何もかもがおかしくなった。そうか、そりゃ災難だったね。車探してくる。こいつをこれ以上歩かすのは無理だ。そうだな、一派のセーフハウスまで行けば治療できるはずだ。助かります。できるだけ早く戻る。ああ、頼んだ。あいつもオーナーの手下だとは考えないのか。あんたが誰も信用できなくなってるな、わかる。けどトミーは大丈夫だ。まあいい、あいつが裏切らなくても私が死にかけてることに変わりはない。まだ大丈夫そうに見えるぜ。しっかりしろ、あんたには聞きたい話が山ほどある。何だったかな。あんたが茜さんを探してたな。オーナーから頼まれたからだったな。オーナーの宝物ってのを茜さんが持って逃げている。ああ。何者なんだ、そのオーナーってやつ。オーナーは私が考えていた以上にこの島を根深く牛耳っていた。私の組織にスパイを送り込み、警察にも、それにバラクーダにも内通者がいる。スパイたちのオーナーへの忠誠心は本物だ。お前らも見たろ、カジノから飛び降りた奴は私の裏切りをオーナーに知らせるために、それだけのために死んでみせた。オーナーの正体はな、ブライスだ。え、ブライスって？ハワイの教団、パレカナの教祖だ。彼がばあさんを探せと。教祖って、嘘だろ。じゃあ、あの人は？なんでだ？だってパレカナは茜さんが信じてた教団じゃねえのかよ。それだ、なんで茜さんを捕まえようとすんだ。